どうもどうも、ボイスメンのロックローラーです。はい、ですね、僕が TPP のね、こういう、運動に関わるようになったのは、まあ、4年ぐらい前なんですけども、まあ、一番その、大きな人が築地問題ですね。築地問題ということで、なぜ TPP か、築地豊洲店というのが仲卸の排除という、ね、仲卸というシステムをなくしたいという、ね、そういうような思惑だったじゃないか、思惑なんじゃないかということで、ね、で仲卸って日本の文化、そんなものをなくしちゃいけない、そういうことで思ったんですけど、で今政府の方で、農水省の方で TPP を見据えた卸売市場法の改悪っていうのが提案されてますよね。本当、いや、来ましたね。ついに来たなという感じです。ね、で、まあ、その4年前に比べてなんて少ないんだろうと思うんですよ、ね、で4年前いろんなことを勉強したんじゃないですか、みんな、ね、TPP で何やる、ね、ISD、条項とか、ラジェット規定とか、ね、いろいろ想像しましたよ。例えば、TPP が入ってくると日本も銃社会になってしまうのではないかと、ね、そういうこともありました。でアメリカではウォルマートのスーパーで、ね、パステルカラーの子供用の、ね、拳銃を売ってたりします。で、すでに声優がウォルマートの参加じゃないですか。で、TPP とかしたら本当は危ないんじゃないかなとは思いますね。みんなとにかくちょっといろいろサボってたんじゃないですかね、運動。シールズとか俺素晴らしいと思うんですよ、若者。でもなんかそこに、ね、一つのブームに乗っちゃって、そこにもう任しちゃった。でも、思うんですけど、シールズ、学生です。学生で、ね、で、やっぱこう自活をしてるわけではない、ほとんどの人はね。これ、TPP って生活の問題が、がなんで、この、そういうことを骨身に占めるのは、大人たちじゃないですか。30代、40代、50代。ね、子育てをしている人とか、そういう人たちがもっともっと声を持って前からね、上げて伝えていかなくちゃいけなかったことなんですよ。その伝えるのをサボってるから少ないんだと思うんですよ、僕。街中で伝えることとかね、まあお説教になっちゃいますけど、今からでもとにかくね、伝えて集めてここのこの囲まないと本当に危ないと思います、この国で、ね、よく、まあね、これで TPP に入ったら日本終了とかありますけども、そういうことじゃなくて日本はあるんですよ、ひどくなった日本が、ね、でアメリカの大統領が2人とも大統領候補が2人とも TPP 反対だからと言って、ね、それはまあアメリカの国民がずっと70年代とか、まあ、もっと昔からかもしれない、新自由主義によって、苦しめられて失業率が高かったり、産業が空洞化したり、そういうことがもうどんどん加速してるから我慢ならなくなってると思うんですよ。で、TPP がもしね、アメリカの国民にはには よくて、日本が損する、それだったら向こうを賛成するかもしれませんよね。っていうのが、日米 FTA でしたっけ、二国間協議っていうのがあるんですよね。だからもしかしたら同じことを FTA でやられてしまうかもしれない。ね。やっぱね、アメリカとかこういう他の国に頼るんじゃなくて、自分の国は自分でやっぱ守らないと、守れないと思います。ね。まあ、というわけで、ちょっとコールさせてもらっていいですか。TPP で安くなる。 TPP で安くなる。どんどん命が安くなる。どんどん命が安くなる。 TPP で安くなる。 TPP で安くなる。どんどん命が安くなる。どんどん命が安くなる。よいやさ、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 よい朝を迎えたい。基準そして迎えたい。基準
声を大きくしましょう。ね、本当皆さん頑張りましょう。どうもありがとうございました。